アメリカ・モンタナ州で2000年8月に発生した山火事南カリフォルニアの森林火災を捉えた衛星写真参火事とは山や森林などが焼けることを言う。これを火災として捉えた場合には森林火災、山林火災、林野火災という乾燥や強風といった条件が重なると火災旋風に発展することもある。焚き火がなるや火山の噴火などによる自然発火。 稀にだが、枯葉同士が風ですれ合い、その摩擦で発生する場合や、熱波の影響で発生する場合もある。焚き火、野焼き、焼き綿農業、ゴミの焼却といった野外焼却、タバコの不始末、放火、火遊び等が主因である。陸上自衛隊による空中消火訓練の様子航空機やヘリコプター、消防車による散水のほかに樹木を帯状に伐採して、 防火体を形成して自然沈下を待つといった方法があるが近年のアメリカ合衆国やオーストラリアなどのように落雷などにより自然に発生した山火事は自然のサイクルの一現象として捉え人命に影響しない限りむやみに消火しないといった方策を取る場合もあるロシアには森林火災が人火などに危害を及ぼさないなど消火にかかる費用対効果が見られない場合は 火災を監視するだけで消火しなくても良いとする精霊が存在する。野焼林野町、各地の消防庁等により啓発活動が行われている。山火事と大量の煙燃える樹木焼け跡ドイツの消防死刑事処分日本の場合、過失により山火事を発生した場合、森林法第203条第一項違反により罰金が科せられる可能性がある。 損害賠償請求流木等の被害に対して賠償を求められる場合がある。高知県内の国有林に小型機が墜落、7から8ヘクタールの杉林が燃えた例では、所有者の国が搭乗者の遺族に対して4500万円の損害賠償を求める訴訟を起こした事例がある。アメリカ合衆国の例では、オレゴン州の森林に花火を投げ入れて、 約194平方キロ以上の森林を消失させる原因を作った少年に対し、5年間の保護観察と1920時間の放仕活動を求める判決が出た。また、山火事を原因とする被害の賠償について、道路管理者や鉄道事業者などから11件の申し立てが行われ、約3700万ドル規模の損害賠償請求が行われた例がある。 北極圏の火災は、北極圏やその周辺の地域で雷などが原因で、自然発生的に起こることの多い火災である。近年、地球温暖化の影響で、北極圏での火災発生件数が増加している。北極圏の火災は、冷炭火災やすすによる太陽光の吸収を促進する上、消失面積が広範囲にわたるため、二酸化炭素の放出量が多く、 さらなる地球温暖化へと悪循環になっていることが問題とされている。山火事が頻発するような地域に生える植物には山火事に適応した形態や生態を持つものがある。防火として典型的なものでは樹皮を厚くするものがある。また、地下部の温度は地上部に比べて上がらないことから地上部が焼損しても生き残れるように地下部に栄養を蓄えたり、 地上部が損傷しても残った根や幹から芽を出して再生する方が再生の能力を高めたものなども知られる。また、親となる植物の個体が消損しても次世代に託す仕組みを持つものがあり、火災の熱で果実が割れて種子を散布したり、火災による温度上昇を地中で休眠中の種子が感知して発芽に至るような仕組みを持つものがある。 山火事直後の土壌は競合する植物や病原菌が少なく、苗木にとって公的な環境であるため自身の生存ではなく、次世代に託す戦略を持つ植物も多い。地中海沿岸やオーストラリアに成立する森林は、紅葉樹林と呼ばれ、下季の乾燥と山火事の多さが特徴である。菌類では、松類に寄生する土ラゲの胞子が、 山火事故などの地温が高温の時に発芽することが知られている。また、アミガサタケ属のうち、北米産の一部の種では山火事の後に豊作になるといい、灰によって土壌がアルカリ性に傾くことなどが原因として考えられている。第二次世界大戦中、日本軍はアメリカに大規模な山火事を起こすタメオレゴン州の山林に焼夷弾を投下した。 シャムソーセージの謎、エラリークイーンの小説、ありがとうございます。